どうもー、影やんです。今日は2021年4月21日水曜日の、快晴の空、朝のね、快晴の空からスタートさせていただいております。今日は水曜日なんで、僕は休日前なんで、一番こう気分的には楽な日になりますね。今日一日、まあ、ほんでお酒も飲めるということもありますし、で昨日ですね、動画を見ていただいた小春姉さんですね、小春姉さんからなんか雪の下が山地の近くにあるねって言っていただいた。雪の下どれかな、これかな、これちゃうな、どれになるんやろ、ちょっとわかんないんですけど、これかな、山中、昨日ここにあったんかな、ちょっと覚えてないんですけど、山中に近くに雪の下があって、その雪の下が、天ぷらすると美味しいということで、ちょっとまだ調べてみようか。昨日ちょっと時間がなかったんであれですけど、小春姉さんありがとうございます。ちょっと、調べてみて、ちょっとそれで、まあ、天ぷらができるかどうかわかんないですけど、ちょっと、ちょっと見てみます。どれやろうな。でこれ山中ですね、山中もうですね、もう出来上がる、もうまあちょっとこう測ってみて10センチになったらもう刈り取る、大きさらしいんでですね、もうこれですよね、この大きさなんでね、この感じなんで、これなんかなかなかでかいんでね、そろそろという感じではあります。そしてですね、こっち側ですね、もうキュウリはこれダメですね、これキュウリはもうこれは枯れちゃってるんで、ちょっと、苗しっかり見なあかんらしくて、こう茎というかその辺をしか見なあかんですかね。でこっちの水菜はね、なんとか復活するかなどうかなというところではあるんですけども、ということでですね、まあまあ、こんな感じですね。ということで張り切って、今日もね、張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。